広島市の植物公園ではおよそ6000株のネモフィラが見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。青い絨毯のように一面に広がるネモフィラ。広島市植物公園で今日から始まったネモフィラウィークでは、350平方メートルの区画に植えられたおよそ6000株が鮮やかな青色の花を咲かせています。園内では家族連れなどが花に囲まれながら記念撮影を楽しんでいました。思った以上にすごい咲いてて、ちょっとびっくりしました。綺麗で、真ん中ですごいいい写真撮れそうな感じなんで、気分がすごいスカッとした感じで、晴れますよね。広島市植物公園のネモフィラは来月6日まで楽しめるということです。